げー、たくさん人がいるぜ。よーみんな、こんにちは。お前たち最高だぜ。おー、ちょっと待ってくれ。俺たちウミガメの挨拶知らないやつを前のこっちに見つけたぞ。3列目の一番端にいる黒い甲羅の大人の君だぜ。いや、こんにちは。こんにちは。こんにちは。名前なんて言うんだい？拓郎です。拓郎。渋い名前じゃないか。よし、じゃあ拓郎、俺が最高だぜって言ったら、君は両方のヒレを高く上げてうーって元気よく言うんだ。おい、タクロ、ニヤニヤしてる場合じゃないぞ。準備はいいか、タクロ、最高だぜ。おー、みんな拍手してくれ。やるじゃないか、タクロ、予想以上に時間差だったぜ。よし、じゃあ今度はどうしようかな。よし、じゃあ今度は前のこっちに行ってみよう。2列目の通路側にいる白い甲羅の可愛らしい君と話をしてみよう。こんにちは。こんにちは。可愛すぎる。名前なんていうの？ひなのです。ひなの、可愛らしい名前だな。ひなのはどこから来たの？帰りが心配だ。じゃあひなのはさ、誰と一緒に来たの？パパとママ。パパとママ。待ってくれ。じゃあ隣の隣がパパで、その隣がママだよな。ちょっと待ってくれ、ひなのとパパの間に挟まれてるの誰？エマちゃんだよ。エマちゃん忘れちゃダメじゃないか。エマちゃんも一緒に来たんだな。エマちゃんはひなののお姉ちゃん、妹？違う。違う。妹でしょ。妹だった。愉快な姉妹だな。そうかね、エマちゃんの隣がパパで、その隣がママ。あー、パパ優しそうな顔してる。よし、じゃあママと話しよう。ママ、こんにちは。こんにちは。ママの名前は？エミです。エミ、素敵な名前だ。なあ、エミはひなのやエマとどこから来たんだい？東京、すげえ。知らないけど。ああ、エミにもうちょっと聞きたいことがあるんだけど、ひなのやエマからいろんな質問された経験ってある？ある。そうか、うちの息子のスクワットもそうなんだぜ。エミ、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったな。いや、エミ、話ができて嬉しかった。ひなのにエマもありがとな。パパ、ごめんな。いや、実はさっきもスクワットにいろいろ聞かれたんだね。パパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だから今日はさ、人間のことを俺にたくさん教えてくれないか。教えてくれるなら元気よくはーいって言ってくれ。せーの、はーい。お前たち最高だぜ。おお、タクロちゃんとついてこいよ。よし、じゃあスクワットから最初の質問だね。え、パパ、人間って何を食べるのって聞かれたんだ。よし、じゃあこの中で食べ物食べる人ヒレをあげてくれ。食べる人ヒレあげて。おいおい、食べないやついっぱいいるんだな。どうやって大きくなったんだ。よし、じゃあガイドさん、後ろのこっちに行ってみよう。4列目の通路側にいる頭に富士壺乗っけた人と話をしてみようかな。いや、こんにちは。こんにちは。お、名前なんて言うんだい？ココハです。ココハ、ココハのさ、大好物ってなんだい？お寿司です。お寿司、お、ちょっと海の中では聞いたことのない食べ物だな。お寿司ってのはどんな食べ物なんだい？魚をさばいて、ご飯の上に乗っける食べ物。なるほど、じゃあココハは魚食べるってこと？はい。
おいみんな逃げろおいココハ、ここどこだと思ってるんだよしじゃあココハ、ちょっと俺みたいにこうやってヒレを上げてくれ、ピンと伸ばして俺が言ったことをそのまま繰り返してくれ。魚は友達魚は友達、餌じゃない餌じゃない、笑っちゃったからもう一回餌じゃない、餌じゃない、頼んだぜお前たち最高だぜ。もう何が最高なのかさっぱりわかんないけどなよし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるやつはヒレを上げてくれ。何でも答えるぜ、遠慮しないでヒレ上げてくれよ。よし、じゃあガイドさん、前のこっちに行ってみようかな。2列目の一番端にいる人と話してみよう。いや、こんにちは。こんにちは。お、名前なんて言うんだい？夏美です。夏美、質問なんだ。お魚とお友達になりたいんですけど、クラッシュのおすすめのお魚は誰ですか？おー、そうだな、俺には魚の友達たくさんいるんだけど、まあその中でも仲がいいのはやっぱりカクレクマノミのニモや、その親父のマーリン、ああそうだな、それと南洋ハギのドリーって青い魚のやつがいる。まあそうだな、あとはジンベエザメのデスニーや、ああそうだ、シロイルカのベイリア、数え上げたらキリがないけど、まあそのあたりだったら夏美とも仲良くしてくれるんじゃないかと思うぜ。じゃあ夏美、海で待ってるぞいや、質問してくれてありがとな、お前たち最高だぜよし、じゃあ次の質問があるやつヒレ上げてくれ。後ろの方でもいいんだ、遠慮しないでヒレ上げろよ。よし、じゃあガイドさん、そうだな、後ろの真ん中行ってみようかな。2列目のこっちの通路から3番目だな。ココハと同じように頭にフジツボのっけてる人だな。こんにちは。こんにちは。お名前なんて言うんだい？カエです。はい、質問なんだ、クラッシュが最近あった嬉しかったことって何ですか？もうこうやってカエと話したことだよああそうだな、俺はさ、人間と話すのが大好きだから、こうしてカエや夏美、ココハ、エミ、ヒナノ、エマ、タクロウと話をしてきてとっても嬉しいんだ。もうだからさ、あのハイドロフォンを使って、もう人間があれ使って発明したのすげえなって思うぜ。まさかさ、カエもウミガメと話ができるなんて思わなかっただろ。だからこうして俺もこうやってカエと話ができるのがすげえ嬉しいってわけさ。いや、カエ、いい質問だった、ありがとうな、お前たち最高だぜよし、じゃあ次の質問があるやつひれ上げてくれ、何でも答えるぜ。よし、じゃあ今度はそうだな、あーちょっと待ってくれガイドさん、エマがひれ上げてくれてる、あ、お話ししてみようかな。エマ、質問なんだい？勢いでひれ上げちゃったんだなあ、ひなのに釣られちゃったんだな。じゃあエマには俺から質問してみようかな。エマの隣はパパだよな。エマはパパのこと好き？パパと俺どっちが好き？みんな拍手してくれパパの教育行き届いてるな。話ができて嬉しかった、ありがとうな、お前たち最高だぜ。お、あれちょっと待って、なんか変な音が聞こえる。あ、ハイドロフォン壊れた。さっきココハが魚って言うからな。ハロー、 おなんだあれ、ベイリーじゃないか。よし、じゃあみんなでうーって言ってみよう。せーの、うー、クラッシュやあ、ベイリー。ハロー人間。なあベイリー、君の得意のエコロケーションみんなに見せてやってくれないか。見てて、うー、何か見えてきた。うー、わー、耳が4つある人間がいる。変なの、いい意味でね。変わってるわ。じゃあね、クラッシュ。耳が4つ？あいつ何言ってんだ？あ、そうか、わかったぞ。ココハやカエの頭の上のあれだ。ベリー、あれは耳じゃない。フジツボだ。いや、
でもエコロケーションすげえな。こん中にできるやついるかな。そうだ、あいつにやってもらおう。タクロータクロー、エコロケーションで俺がヒレを何本あげてるのかを当ててくれ。まず両ヒレを頭の横に持ってきて、しっかりと目を閉じる。ちゃんと閉じる。薄目開けるな。せーので、うーって言ってくれ。いくぞ、せーの。もっと大きく。もうその調子、あの子に負けてるぞ。おー、そう、いいね。あ、もっと続けて。よし、オッケー。まだ目を開けるなよ。さあ、タクロ、俺のあげてるヒレ何本だ。ゼロ。正解だ。みんな拍手してくれ。お前たち最高だぜ。カエル、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 スクワード。パパ、パパ、カエルに乗ってサーフィンしようよ。わかった、わかった。さあ、家族が呼んでる。今日はみんなと会えてすげー楽しかった。お前たち最高だぜ。それじゃあみんな、今日はどうもありがとう。